個人間で数千万円の工事なんてありえない。まずはセリーグ、中日、巨人の選手が大量に移動。続いてパリーグ、オリックスとロッテは16時工事になります。か、変にアウトローに構える打てない捕手は、滝中抹消なら一緒に抹消すべき人おるやろ。もっと抹消するべき人いると思うが、バッテリー丸ごとでしょそこは。なんでや、一人忘れてるぞ。滝中だけじゃなく堀内も一緒に抹消しろや。谷も抹消すべき人いるのでは。今井監督そろそろやばいぞ。福岡ドームポンセ特攻濃厚で草。入れ替えなし、マジかよ。調子良い安田、中島上げてくれよ。滝中よりやばい人いませんでしたか。古江投手に厳しく、おきに安にはゲロ甘なの草。バルドナードは休養なしか。とはいえ大勢が帰ってきたことで抑え役から下ろしてあげられるし、少し楽な場面で投げさせてあげられるね。西舘と畑入れ替えた。なお2人は言わずもがな活躍してもらわないと困りますよ。おっと、ジャイアンツ待ってましたの一軍登録。個人的には畑がダントツで嬉しい。頑張ってほしい。なるほど、とにかく2人を帰り、1人はやっと来たな。落ちた3人はまた這い上がれよ。お家で大きい声出しても歌。お帰り大勢、西舘は休養してください。バルキノを打たれたからか。投手陣のピースは揃った。あとは野手陣のピースがあと1枚戻ってくれば反撃開始だ。ご視聴ありがとうございました。